爆上げ戦隊ブンブンジャー、レッド、ブルー、ピンク、ブラック、オレンジのカラーで構成されている車モチーフのスーパー戦隊。それぞれ〇〇やという異名がありますが、ピンクの運転や最初の数話でしか話は出ておらず、運転している姿って基本変身後じゃないですか。ブルーはクールっぽさもありつつも、ただ素直になれない好青年。ブラックは筋肉バカなのかもしれない、めっちゃいい人。レッドはまあ金持ちということで、ポリス話でね、追加戦士ブンバイオレットも登場するわけなんですが、今回はそんなブンブンジャーの一人、あれについて話したいと思います。皆様ごきげんよう、花風です。先に言っておきますが、今回の動画たわごと的な感じで聞いていただけると幸いです。個人的には面白い視点なんじゃないかとは思っているんですが、何か確証があってとかそういうことでもないので。ということで、スーパー戦隊の初期メンバーでは珍しいオレンジ色の戦士が本作ブンブンジャーでは選出されているということで、彼にスポットを当てたお話。調達屋としてどこでそんなアイテム持ってきたのみたいなね、そんな話ではなくて、また少し前に話題になっていたのか、まあちょっと不明なんですけれども、ブレキ現場は宇宙人説でもありませんが、ぜひ聞いていってください。では本編へどうぞ。爆上げ13では現場が走りやん側についたなんて描写もありましたが、実際のところはめちゃくちゃ嫌いだったみたいですね。そんなストーリーが描かれているのに今回この話をするのはちょっと的外れな気がしますが、まあご愛嬌ということで。さて今回の仮説ですが、ブレキ現場は闇落ちする説、こちらを話していこうと思います。まあ闇落ちというか敵対というか、そんな感じですね。代表的なところで言えば、キューレンジャーの蛇使いシルバー的な、一旦仲間から離れて少し戦闘しまた戻ってくる的な感じになります。さてなぜそう思ったのか、ここが重要なんですが、理由は2つあります。1つ目の理由はスーツですね。皆様ブンブンジャー5人のスーツをよく思い出してみてください。上半身には各カラーが配色され、その一部にメーターのような線が入ってますよね。ただしその線の色、オレンジだけなぜか黒なんですよ。ブラックが白というのはまあわかります。黒にしたら全然見えなくなりますからね。でも同じブンブンジャー、さらにはブラックと同じ形状の変身アイテムを使っているなら、白の線でも良かったのではと思いませんか。以下の伏線なんじゃないかという一つ目の理由になります。さて2つ目、名前ですね。ブレキ現場、その名の通りブレーキから来ているのは皆様お分かりのはず。このブレーキというもの、2つの意味があると私は思っています。1つはメンバーが暴走した時ブレーキをかけて調整する役、もう1つはブレーキをかけてメンバーの進行を妨げる、というように2つ目の意味を大きくしていくと、妨害するポジションに回るっていうことになるんですよね。調整する役っていうのは、まあこれって現場よりもミラが行っているようにも感じますが、ここら辺が何か伏線になんてことはあるかもしれません。ということでブレキ現場、ブンオレンジがですね、闇落ちする理由を話してきましたが、これ問題点もなくないんですよ。闇落ちする理由が今挙げたものであるとすると、例えば構成した時にスーツってどうなるのかっていう話につながると思うんです。今は黒でそれがフラグで闇落ちし、なんだかんだあって正気に戻りブンブンジャーとして改めてってなると、まあスーツの線って白に改めるのかなんて話も出てくると思います。ですがすでにメインビジュアルでは黒線のブンオレンジを出していると、それを変えてまでやる意味があるのか、こういう問題が出てくるということですね。闇落ちバージョンの追加フォームが出るならまだしも、さすがにね、でこの話題を持ってきた私自身も思っています。そんな問題もありながら、この話実際ありえるのかもう少し考えてみたいと思います。まずは歴代を遡って、先ほども少し出ましたが、闇落ちする戦士の代表例としてはキューレンジャーの蛇使いシルバー、あとはまあこれカウントしていいのか不明なんですが、ドンブラザーズからキジブラザー、キジの強しなんかはまあ3回ね一月になっております。あとは追加戦士枠から補正ナイトやキラメイシルバーなんかも一時的に闇落ちがありました。
映画でね、真剣レッドやハリケーンレッドなんかが敵側についたなんてこともありましたよね。ちなみに特急1号はそうね、カウントするかどうかっていうのはちょっと判断がつきません。さてこうやって見てみると、初期からね登場したメインキャラではそんなに事例がないっていうことが分かりました。言い方を変えれば、王道のスーパー戦隊ではそういうことはしないっていうことでしょうか。キューレンジャーなんかね、初期から9人ですから、まあ1人ぐらいやり落ちしてもっていうのはあったでしょうし、一種の追加フォームを献上する回みたいなもんだと私は思っております。基本的に追加戦士がね、新しいフォームをもらうっていうことが当時は多かったと思いますし、それって大体ゴールドやシルバーで、その流れを維持するっていうわけじゃないですけれども、取り入れるためにフレンジャーの追加戦士、鳳凰ソルジャーじゃなくてデビッツカイシルバーが該当したっていうことなんじゃないかなと。ブラザードンブラザーズに関しては、まあ王道も減ったくもないですからね。本当どこぞのね姫じゃないですけれども、我がままに我が道を行く的なね、そんなスーパー戦隊でしたから。とこれだけ考えてみても、まあ可能性は低いかななんて思いますが、まあこれから追加選手が加入することも踏まえて、一人闇落ちしてもどうとでもなりそうかなと。展開的には面白くなるかもななんて思いますけれども、そもそも長い期間4人戦隊っていうところもねいましたし、ジャッカー電撃隊とかね、アバレンジャーとか、そういう点も考えれば 50-50 の可能性になりますかね。やりませんかね。以上です。いや本当たわごとです。ただね、一応ブンオレンジ闇落ちする説、これ提唱しておきたいと思います。そもそも現場って本心を隠すって公式でもね書いてありますし、どっちにも転べるキャラだと思いますので、まあこの説当たったら面白いかなと、まあ、そんな感じです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思っていただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。なぜブーンオレンジのスーツだけ一部黒色なのか、皆様も考えてコメントください。興味がない方は、調達してきたアイテムで好きなものを買いといてください。私はマンホールです。ではごきげんよう。